アサヒくん、立ち止まっちゃダメ。前に進むの。あなたならきっとできる。お願い、アサヒ、自分を大事にして。あなたの生きている世界を、時間を、1分1秒を大切にして。もしも忘れ物を届けることができたら、きっと生まれ変われるはずです。アサヒさんのおかげで私が生まれ変われたように。進むことを恐れないで、アサヒ。あなたなら歩き出せる。だって私知ってるもん、ここまでアサヒが頑張ってきたこと。アサヒくん、あなたに会えて、私たちはたくさんの喜びと幸せを知ることができました。だからありがとう、アサヒ。アサヒ。はい。ああ、来ないでって言ったのにね。みんながさ、教えてくれたんだよ。俺は何をすべきなのか、何を言うべきなのかって。だからもう迷わない。アイ、俺は次回恋愛フロップス最終話、せめてパンツくらい履いたらどうだい。延長大丈夫そう。